はい、こんにちは、ビッグボーイです。今日はバトルフィールド4の追加パッケージのチャイナライジングの特別なステージでコンクエストをやっていきたいと思います。ここは初めてのステージかな？公平で、お、リトルバードの2番席。ジャベリンを、お、このステージなんかトレーラーかなんかで見たような、スナイパーが結構強いような、なんだこれ、オトバグかな。チャイナライジングは全部でステージが確か4つだっけな、4つ新たなステージがあるんですけども、全部めっちゃ広くて拠点も A から G までとたっぷりあります。なので敵を戦うよりも拠点をコンクエストでは取る方を優先した方がいいかもしれない。降りよう、痛い。あとチャイナライジングのステージでは、ここないのかな、ロードバイクがあるんですが、ここはないと。え、敵のヘリコプター。と、そうだ、これだ、ダートバイクか。ダートバイクをこんな風にかっ飛ばすことができると。どんどん攻めていこう。あ、ちょっと待って、戦車めっちゃいるやん。 DD 地点行こう。取ります取ります、取ります。乗り捨て、修理なら任しときなさい。ね、ジャベリンをやっとアンロックしたので、あ、敵がいる。アシスト、ジャベリンで敵を、の戦車、敵がいる。 OK、おお、あった、あー危ない、敵もたくさんいる、いるんだけど、おーし、いか、おお、おいおいおい、絶対 OK。まだいる。弾がないよ。ちょっと装備を、装備をいただき、ちょっと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 、だと言いすぎだよ。ちょっと待って、6キルか。激戦区っぽいね、ここが。さっきと、お、この人からはこう、おお、一面さ、危ない危ない、地面砂漠をロードバイクで駆け抜けていく。敵いるな。ちょっと最近64人のコンクエストとかがちょっとややラグいことが多くて、例えば戦闘機とかになった時に画面グラグラで全然照準定まんなかったりするんですが、ありがとう。敵の戦闘機いる。お、戦車は装甲車とか苦手なので、やっぱりバイクと。あと、このバイクも、まあ、しようと思えば、C4 で特攻車にすることもできるので、まあ、特攻やろうみたいな感じなことができると。ああ、ちょっと待ってよ、戦車。ジャベリンだ、ここは。一度上に撃って、もう一回ロックして撃つと、2発同時に当てれるんだけど、視界から消えちゃうと。というわけで、こっちでお狙おう。もう一発、ロック。2発くらえ。一発か。まだ2発ある。そっから動かないのかね。動いた。くらえ。よーし、2発連続ヒット。ジャベリンのもう弾がないか。敵がいる。ははは、やっちまった。
MP7 が欲しいんだけど、まだアンロックできないっていう、できないので、結構この公平の初期武器の MX なんとかっていうのが使いやすいと。そっから動くなよ。あー、撃つ。どうだ、2発ヒット、68ダメージ。お、今一瞬。あー、ちょっと危ないな。くらえ。よし、ダブルキル。オッケー。どうしよっかな。デルタ行きますか。めっちゃ敵いるよ。当たらない、ちょっと。こっちに今敵スポットされた敵が映ったような。厳しいな。敵いる、近くにいる。そこにいる。シングル打ち、切り替え。切り替えだけど、隠れちゃう。おロードバイク。おそこにいるじゃん。はい、味方倒した。ありがとう。今一瞬偵察兵がロックしなかったかな、あのヘリコプター。お、ん、あれ今誰か撃う、まあいいや、破壊と、そりゃね、いるよね。あれ、あ、勝ってる、よし。この人から湧いて降りると、これ割れた。ジャベリンじゃない、グレネード。あ、ロックされてる。発射。お、こ、壊れたっぽい、壊れた、敵がいるっぽい。ちょっと厳しい。どうしようかな。痛い、動けないな。体力4しかないじゃん。ちょっと、イボロー。何かをスポット。敵の兵士を発見したけど、登れない。おー、ああ、あれ敵か。エルサット。どちらに行こうかな。いい地点が取れてると。ロードバイクかな、あ、間違った、ダートバイク。よいしょ。 G 地点に向かって、戦車がいたらぶっ壊そう。一応チャイナライジングという、まあ、あ、へい、まだ気づいてない。こっちにまだ気づいてない。こっちにまだ気づいてない。あ、気づかれた。気づかれてる。気づかれてる。降りてきた。降りてきた。降りてきた。降りてきちゃう。それで殺されちゃったらもう戦車奪われちゃうのに、降りてきちゃうか。さて、この人からはこう。ちょっと拠点の数が乏しい。ここ取りたいな。ほい、どんどん攻めよう。たくさんいるっぽい。そっちにグレネードをポンポン投げる。あ、キルできた。このグレネードミニってのが本当に結構な確率でキルしてくれちゃっていいもの。ほい、あ、誰も乗ってないんじゃ今の。まあいいや、壊しとこう。あ、リロードできてない。破壊完了。
画面が揺れてる。うん、チケット差はやばい、迫ってきてる。まずいな。で、おこ、分隊脇この拠点取ろう。あ、いたな、今敵。いたけど、今の生きてるよね、多分。いた。オッケー、味方ナイス。こういう消火器を撃つとこうなるんだよね、やっぱり。よくできてるな。これは LAV かな。修理しようか、これ。ん？修理できてるっぽい。LAV もそんなに得意じゃないんだけど、あれを。リロード早く、リロード早く、リロード早く。ほほ、当たんねえ。発進しますか。一度乗っちゃったら乗り捨てると敵に奪われるかもしれないから、乗り捨てれない。なんで乗っちゃったんだろう。逆転されてるよ。誰か置いてこっちと。デルタまた取られてるか。よいしょ。ああ危ないな。ああダメだ。拠点取んないとやばい。A 地点が取られてる。ダートパイプで行こう。ドラー、そこにいるな敵。危ない。オッケー、クリアかな。よし、あ、まだいる敵か。あ、痛い痛い、そこにいた。 MP7 だ、いいな。早くアンロックしたいな。さて、 A 地点確保と。この分隊から湧いて G 地どう。あれ、マグナムか。マグナムね、ちょっと機動力と、機動力はちょっとあまりないんだけど、上半身に2発3発あったら死んじゃうからね。分隊全滅しちゃったか。お、ちょっとリトルバード、リトルバード乗りたい。リトルバードゲット。装備がだいぶ強いものになってるので、これでちょっと地上兵力を。敵のヘリコプターロック発射。こちらに敵の兵士を発見した。お、壊れた。よし、敵のヘリコプターもう一回。ちょっと前作、おっと、邪魔起動。前作のヘリコプターが強すぎたせいだったのかもよくわかんないけど、こういう弾だとか、あとロケットのヒートシーカーのロケットだとかの再装填が結構かかるようになったのと、あとこのフレアだとかジャマー系の、お、なんか撃ってきてるね。撃ってきてるということは場所が分かってしまうけど構いませんな。おら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 、壊しちゃおう。あ、弾がない、弾がない。退避。ちょっと、一面砂漠だから地上までの高さが分かんなくて、衝突しそう。あ、今のはシフト特攻かな。と、敵のヘリコプター。味方はいた。修理をしてくれるとすごい嬉しい。どうかな、ヒット。ち
ょっと危ないけど破壊しちゃいたい。あ、降りちゃってる。あ、勝手に爆発してくれたということで。たまリロード。うん、邪魔起動。と敵がたくさんいるね。ちょっとこれは退避しよう。ロックやめて。撃ってきた。一発なら大丈夫。もう一発来る。ちょっときついな。うっ、ダメだ。ちょっとバトルフィールドでわからないことがあるんだけど、この今の下に出てたのは倒した人、自分を倒したプレイヤーなのかな、それとも今青じゃないや、オレンジで光っていたのが倒されたプレイヤーなのか、この辺がちょっとよくわからないけど、そんなこと言ってる場合じゃない。拠点が取られすぎ、取んないと。よっと、修理。よし、補給物資。敵いるな。倒した。チャーリーゲットというわけで、バイク。あ、乗る。OK。G 地点まで向かいちゃった、向かい、言えない。向かおう。どういたしまして。よいしょ。おお、すごい今の。敵いないっぽいか。いるー。オッケー、ヘッドショット。あ、やばいな。ちょっとジャベリンを出すタイミングを。あれ、ロックできない。降りてる。オッケー、いただき。修理。大丈夫。いただきちゃん。あ、これは降りよう。からのジャベリン。おお、ジャベリンを撃ちまくれ。よし。ちょっとやばいな、また負けちゃう。ちょっと負け試合が多すぎるんだよな、動画。あれ、そっちか。オッケー。あ、敵ヘリコプター。修理はできない。痛い。オッケー。体力やばい。デルタ欲しいな。おっと。ロック打ち上げ。もう一発。直接ロック。スナイパー。どうしようかな。お、分隊脇。あ、ちょっと危ないな、これ。OK、 ヘリコプターがいる。アルファ確保。ちょっとこれ、こう壊れないの、これ。壊れた。メダルゲット。別のところから行こう。ね、こんだけ拠点があるので、最後の最後まで拠点をどんどん取らないといけないんだけど、走行車結構スローペース。大丈夫。
これが痛い、これが痛いけど降りる降りるなら修理しね、修理せねば、乗らねば、ゴーゴーゴー、降りよう。あ、やばい、うわ、え、待て、今のは多分戦車に突っ込もうと思って行ったんだけど、うまく突っ込めなくて、とりあえず起爆したらドジな人が引っかかったということなのか。よし、デルタに行こう。デルタに突っ込む。どうし、今の絶対痛いよね、今の。オッケー、はい、ちょっともういつの間にか体力ピンチだけど。オーラ、よし、体力がピンチなんだよな。いるな、敵。やばいな。あは、ランチャー撃ってくる。やばい、チケット差が100枚以上ある。さて、これまだ使えない。おっと、戦車。え、なに、なに、痛い、降りよう。敵よ。オッケー、偵察兵でも四方持てるようになったのは脅威だね。できる。オッケー、大丈夫かな、乗ろう。ヘリ、ヘリいけるか、これいけないか。お、結構拠点取れてきてるよ。ちょっとどこで、で、あ、デルタも取れてる。逆転ワンチャンあるか、これは。ロック打ち上げ。ジャベリンって結構な距離いけるんだ、これ。ああ、一発当たったか。ちょっとブラボー超え。いるな。あ、おお、うぅ、よし、あー、ダメだ。あ、無理かな、これ。チケット1100枚。拠点、どれ、じゃちょっと、いい地点に行ってみよう。あ、今のは戦車の代わりにランチャーを食らったのかな。どうリアクションすればいいのか分からなかった。よし、惜しかったな。あと一歩というか、途中中盤まで結構いい勝負だったと思うんだけど。あ、お、下手なのか、これは。お、四方特攻バイク、デルタが取られてる。え、これ乗ってる、降りよう。見えない。引かれる、引かれる。え、降りた。オッケー、デルタ取れてる。痛い、スナイパー痛い。惜しい。
ゃあ最後にリトルバドンの手を。ちょっとめっちゃグラグラなんだけどこれ。チャーリーを取ろうじゃないか。パラシュート、あ、敵いる、あれ倒したい。オッケー、あーはい、負けちゃいました。というわけで、チャイナライジングのシルクロードというステージでした。他にも3つ結構でっかいステージで、結構グラフィックもいい。全ステージ上げたいなと思ったりしている。というわけで、ご視聴ありがとうございました。負け試合でごめんなさい。